こんばんは。どうもどうも。ちょっとね、お風呂上がりでね、髪をまだ乾いてない。こんばんは。火曜日ですね。一番しんどい時や。皆さん大丈夫ですか？一番しんどい火曜日ですけど。耐え切ってますか？今日ブスだ。お疲れ様です。なんとか生きてる。大変だ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 。あと3日あればご褒美。あと3日、なんかあるっけ。28、29、30、あれか、卒業セレモニーか。31はてかもう7月が終わることにびっくりなんだが。早すぎる。早くないかい。もう上半期が終わるのも早いと思ってたけど、下半期ももう1ヶ月終わってしまった。もう本当になんか二十歳何もしてなさすぎて悲しすぎる。やだ、21歳迎えたくない。この何もしてないのに。まだね、もったいないよね。てか私はまだいいけど、学生が本当にかわいそうすぎて。うん、かわいそう。修学旅行も甲子園とかインターハイとかもなくなってるの。それがかわいそうでね、一生の思い出なのにね。夏休みも少ないし、本当にかわいそうすぎて。なんか今年1年は本当になんかまだ振り返るのは早いけど、今年1年はちょっと思うようにいかなかった1年になりそうですね。まあそれを笑えるぐらい来年いっぱい活動できたらいいけどって感じです。ねえ、超薄いからなんか顔がやば。ねえ、クマありがとうございます。クマさん、クマさん、パセリのブログいっぱい書いてあったね。読みました。なんかツイッターでなんか書いてるみたいな、きちゃんのこと書いてるよって教えてもらって見ました。まあ結構人のブログは毎日読むっていうか、STU のサイトは結構毎日行ってるんですけど、ありがたいですね。うん、憧られるような人になった。憧られるような人でもないですけどね。
ありがとうございますって感じで。え、ココアさんメールに書いてくれてたん？わかんない、それは初知り。何書いてたんだろう。何書いてたんだろう。気になる。って感じ。嬉しい。パシェ、パシェ、パシェってあれか、ソラハちゃんが言ってるパセリの呼び方ね。なんかソラハの配信見てたらパセリのことパシャ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 言ってた。もうソラハのショールーム見まくってるから。リコチも呼んでる？ああなるほど、仲良しやもんね。もう本名からかけ離れすぎてある。ほののかの配信見てましたよ。ほののかラストコラボなのかな、見てました。なんかいつも通り途中まで見てました。やっぱ好きですねあのコンビは。31日何するか楽しみ。31日絶対見てください。お楽しみに。何するでしょう。STU 法廷とチャンネル見てね。おきちゃんもう知ってるんや。だって私出るし。出るものだって。のんちゃんさんプロデュースですよ。そう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 。楽しみにしててください。矢野知らなそうだった。え、絶対知ってるよ。出るなら知ってるでしょ。まだ知らないとかあるのかな。楽しみ。31めっちゃ楽しみ。ぜひ見てください。どこでやるのかもしれない。ああどこでやるんだろう。船だと思ってたけど船じゃないのかな。場所は知らないかも確かに。多分船だろうとは思うけど。今の髪の感じ好きです。これもちょっと生乾き、まだ乾いてない。明日ストッパー当てに行ってこようかなと思います。もう湿気ひどくすぎてやばい。明日美容院行こうかな起きてたら。もう限界、モハモハが。前からかけてたの？かけてないですよ。でももう梅雨明け全然しないからかけに行きます。もうもう髪が限界です。湿気が。ストレートヘアになってきます。
梅雨明けまでもう少し、いやもう待てないもう待てない、私は当てる。もうこんなモハモハの状態で過ごせないですたらそんな感じ。暑そうな服着てる。そう、めっちゃ長袖。うん、7月に台風発生しなかったの初めてらしいね。なんかツイッターで見た気がする。暑くない、暑いですよ暑いんだけども、なんか着るものがなかった半袖着ようかなと思ったんだけど、なんかちょっとしっくりこなくて、なんか黒が着たかったんですよ。でも白しかなかったから黒にしました。プーマ、そう、今日は黒の気分。白黒つけないカフェオーデ。なんかこれ、なんかファンの方からいただいたんですけど、なんか手紙になんか、きちゃんレッスン着に使ってね、アディダスとかじゃないのはちょっとダサい感じがおきちゃんには可愛いと思うからプーマにしましたって書いてあって、なんかそれがちょっとじわじわ来て、たまに来てるすごいその手紙がなんか面白くて ちょっとじわじわ来てます。でもこれめっちゃ着心地いいよプーマかっこいい、プーマかっこいいよね暑い、でも暑いわマイキューが好きな プーマもどき、 あれね、なんかプーマに似た別のブランドよね。あれプーマって聞いたら怒られたんよね。なんだっけあのブランドちょっと忘れちゃった。そのワイちゃんがなんか T シャツ着てて、それのロゴがなんかプーマっぽかったんだけど、プーマじゃないよね。なんて言うんだっけ、なんかスラセンジャー、なんかそれかも、スラセンジャーっていうブランド。そう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 、それだそれだスラセンジャー着てた。うんなんか似てるなって思って、歴史あるブランドらしい。自分全然ブランド詳しくないよね。うん、マジで服飾の歴史とか何も知らん、イギリスの歴史あるブランド、へえ、初めて知った。化粧品紹介してたから詳しいと思った。化粧品はねめっちゃ好きなんだけど、なんかその熱があんま服にいかないんだよね。
なんかコッコさんにちょいダサ認定されてるからマジで頑張ろうって思うそうラジオの時にコッコさんと一緒にラジオした時になんかちょっとダサいなと思うメンバー誰ですかみたいなそういうなんか質問が来ててリスナーさんからでなんかその時に名前を出されたのがユミリンさんと私だったんですよ。だからちょっと頑張ろうって思ったコッコさんのはちょっと上級者すぎるおしゃれがちょっとそうなんだっけコッコさんが被る帽子の名前また忘れちゃったなんかさなんだっけラジオの時教えてもらったんだけどなんかココさんすごいマジでなんか DJ みたいな帽子かぶるんですよ。でそれをメンバーの中でかぶってるのがあバケットハットそうそうそうみんなの方が知ってるそうバケットハットをメンバーの中でかぶってるのがアリちゃんさんとコッコさんしかいな、なんか見たことなくてマジでなんか上級者だなって思ってなんかコッコさんがすごいめっちゃ派手な柄のバケットハットかぶってて前にでコッコさんにそれちょっとかぶってみてもいいですかって言ってかぶったんですよ。そしたらマジでなんか農家のおばちゃんみたいなお花に水やりやるガーデニングのおばあちゃんみたいななんか私がかぶったらなってもう一生バケットハットはかぶらんって思いました本当に難しい、ね、多分似合ってないそういうスポーティーな服装がそういうのあの似合わないタイプなんです、うん、私は多分ベレー帽とかそういう系だと思うんですよそもそも多分帽子が似合わないタイプだから、うん、バケットハットプレゼントで届くね。いやもう絶対かぶんないもう似合わなすぎるから。帽子何個あるの？いや結構持ってるんだけど全然かぶんないんよね。なんかもう前髪が死亡するからなんか帽子かぶったらだから本当になんか新幹線とかなんかただ移動するだけとかのなんか日とかになんかもう髪ボサボサですっぴんの状態付けにかぶる用のなんかキャップぐらいしか。キャスケット似合うよ絶対。キャスケットってなんかコッコさんが言ってたんだけどなんか人の頭の大きさによって全然違うからなんかもう探すしかないって言われてなんか私キャスケット全然なんか頭なんか顔に合わないっていうか頭に合わないんですよって言ったらなんかキャスケットはいろんな種類があっていろんなサイズがあるから絶対に全部いろんなサイズを見た方がいいみたいな言われてなるほどって目から鱗でした。なんか形とかサイズとかによるみたいな、うん、コッコ先生コッコ先生でした、うん、いや本当におしゃれです。最近だからちょっと通販でいろいろ見てるかも。他におしゃれなメンバーは、もう STU でおしゃれなメンバーは、でもフーさんとコッコさんとアリちゃんさんとあマヒナさん、マヒナさんもおしゃれ、おしゃれかな。誰だろう。2期生わかんないんだよね私服。なんかレッスン着しか見たことないかまだ。
ていうイメージ。あ、千穂さんもおしゃれイメージかな。なんかでもジャンルが違うから難しいよね。なんかおしゃれの定義が難しいけど、なんかいろいろ組み合わせれる人ってすごいなと思うから、なんか自分はココさんとかアリちゃんさんとかマヒナさんめっちゃおしゃれだなって思う。なんか、うん、ココさんはマジでダントツ。ってイメージ。自分全然もうボロボロです。本当に気をつけたい。ウキポの着たい服をよく着てる人は、系統はね難しいよね。千穂さんとかの感じの系統も好きだし、まひなさんとかの系統も好きなんだけど、なんか多分そんなにこだわりがないんだな。、うん、でも最近はなんかめっちゃちょっとレトロな感じのお洋服にハマってる。わ、なんかでもワンピース多いって言われたからちょっとワンピース封印してる。バケットハット送った方がいらっしゃる。バケットハットはもうダメだって。ダメだって、合わなさがすごいって、うん、そう、ワンピースめっちゃ楽なんですよ。でもさ、ワンピースってさ、もうなんか1回着たらさ、なんかまた2回目ってもうまた着てるって思われるから難しいよね。妹さんセンス良さそう。妹センスいいですよ。おしゃれ大好き人間だから、うん、ショップ店員やって、今はなんかカバン屋さんの店員さんやってる。妹に選んでもらえば、妹と別になんか好み被ってないから。正直系統が、好きな系統が違うから、うーんって感じです。自分の好きなものじゃないと、少しダサいと安心する。嫌じゃない？ダサかったら。まあ、ガチガチにブランドで来られたらちょっと身構えちゃうかもしれないけど、ダサいかおしゃれって言ったら、もうそれはおしゃれを目指したいですけどね。妹ちゃんのセンスはメンバーに例えて誰タイプ？まひなさん系統ですね。まひなさんのカジュアルな時バージョンが常にって感じ、うん、店員さんに疲れるの苦手、あんまり得意じゃないんですね。
タクだから服にこだわりない人の方が安心する。どういうこと今はあれよ、本当にオタクの人でもめっちゃファッションセンスいい人ばっかりよ、本当に。ツイッターとか見てたらもう回ってくるもん、その女オタさんのさ、なんか格好みたいな。もうおしゃれすぎよ。みんなあれだから、一般人に擬人化してるから、擬態か、擬態化してるから。握手会で覚えてもらおうと同じ服を着ていくのはダメなのかしら。どうなんだろう、メンバーによるんじゃないですか。なんか戦闘服みたいな感じだったらいいんじゃないですか、わかりやすくて。なんかね、推しグッズとかこうジャラジャラしていくのだったら分かりやすくていいんじゃないですかね。うん、たまにコスプレしていきます。コスプレ何のコスプレだろう。服で印象になかったようになるの。あ、でもなんかもうすごい、なんかジャケットにもうめちゃくちゃ同じ缶バッジをつけたなんか人がいるんですけど、マジでなんかあのレーンに並んだ瞬間か分かる、音がするの、なんかシャランシャランみたいな。だからなんかこう他の人と握手してもなんかシャランシャランって音がなんか遠くから聞こえてくるから、あ、来たみたいな。したらもうその人みたいな、なんかめっちゃ分かりやすい。いや、私のファンの人ではないけど、なんかたまに来てくださるんですよ、そのなんかシャランシャランみたいな、なんか防弾チョッキみたいな。そうそうそう、それはもうめちゃくちゃなんかもう一発で覚えましたねたまにしか来ないけど、もう一発で覚えましたうん、ST はカープユニ多いよね。あ、そう、なんかカープの服着てる人多いかも。カープかサンフレのユニフォーム着てる人多い、現場ライブとか。だいたいココアさんのファンの人か、ミチさんのファンの人とか、まあ普通に広島の人かな、結構赤か紫みたいなたまになんか阪神とかの人いるけど、その人が STU の人なのか分かんない、うん、ファジアーノつけようかな。お、ファジアーノいいじゃないですか、岡山。そうだね、スポーツのユニフォームで来る人は多いかも、うん、ホークス、ホークスって九州でしたっけ。でも野球全然詳しくないよね。
ホークスって福岡だっけ福岡か。なるほど。もう私ね、多分本当にスポーツのなんかこと知らなさすぎて、ちょっとスポーツユニットなのに、 MC スポーツユニットなのにちょっと勉強しなきゃ。マジで知識がねなさすぎてルールが曖昧なんよね。ちょっとこれからスポーツももしかしたらやっていくかもしれないから、マイナースポーツが狙い目。マイナースポーツって何があるの？カバディとか。スポーツ難しい。何セパスタクロー、何セパタクロー、わかんない、知らぬ。どういう蹴るバレー、バレーのルールは唯一わかるんだけど、自分元バレー部だから。それの足バージョンってこと？へえ。なんか大変そう。ネットとか高いのかな、低いのかな。ネット高いんだ。え、大変そう。どうやってね打つんだろう、アタックとかかかと落としとかできなくない？足じゃ。すごーい初めて知った。オーバーヘッドキック気味でやる、すごい。バレー部のイメージない。本当中1の最初だけだったんで、バレー部だったの。もう向いてないし、先輩からは嫌われるし、もう散々ですよ。3ヶ月ぐらいしか入ってません。もう散々ですよ、もうあれは。もうもういや、決定的にやめようとなったのは、なんかもうそれだけめっちゃ覚えてるんですけど、あ、なんか1年生がなんかすごいこう先輩たちが一番向こうぐらいにいて、でもう本当になんか300メートルぐらい離れたとこに1年生が列になって、横列になって、でみんなでなんかそのバレー部の応援歌みたいなのがあって、応援歌を歌うみたいな、でなんか声が大きい人から先輩に呼ばれてなんか合格みたいな感じで、その先輩側の方に行くみたいな、その300メートルぐらい先みたいな、それをやってなんか最後まで残されて、一人で300メートル先に向かって応援歌を歌ってた時に、どれだけ歌ってもなんか呼ばれなくて、あ、もうやめようみたいな、もう私は根性ないのですぐやめましたっていう思い出があります。女子だからもう、いや、張ったと思うんだけど、張ってなかったのかもしれない。私はすぐやめれる人なんで、向いてなかったですね、体育会系は。バレエ好きなの、試合見るのとかは好きですよ、普通に。
唯一わかるちゃんとルールが。そう、懐かしい。リベロとか分かるの？リベロ分かりますよ、守備専門の人ね。ちゃんと勉強しましたよ、中学1年生の時に。前にトライアスロン知らなかったよね。トライアスロンはショールームで覚えました。それまでは知らなかったです。本当にスポーツの知識がなかったから。でも全然マジで触れ合ってこなかった、うん、外で遊ぶというものをしなかったので、ね、うん、お家大好きマンなので。ウノとかトランプ系をやってましたね。まあでもマイカーになったから、まあスポーツはあんまり好きじゃないけど、自分でやるのは、見るのは好きだから応援専門で頑張りたいと思います。見る線ですね。私は十分見て楽しめるタイプの人間なので やらないけど応援します。ちょっとね、今日めっちゃ早いんだけどね、終わろうと思ってて、ちょっとめちゃくちゃ早いんだが、今日早めく寝ようと思ってね。明日お仕事、明日は休みなんですけど、あーちゃんさんの卒業公演見に行こうかなって思ってます。瀬戸セブン見に行きますそう、送り出す、そう、見たいなと思って、やっぱりね、あずささんがね、それじゃあちょっとランキング読んで終わりたいと思います。やばい、恋のお縄がさ頭から離れない13位がカイトさん、12位がモンブランさん、11位がナナシさん、9位が、違うわ、10位がキョンさん、9位がコックさんのシゲさん、8位がソウリュウさん、7位がカズノリさん、6位がハルターコイズブルーさん、5位が市下さん、
4位が東京特許許可局局長さん、13位が夢田美奈さん、ありがとうございました。そして3位がマッカさん、2位がトートーさん、1位がコバチャさんでした。3位から1位までの皆さん、ありがとうございました。というわけでちょっとそろそろ終わりたいと思います。初めて壇上登りました。お、ありがとうございます。今日はそんな感じで終わりたいと思います。今日も一日お疲れ様でした。ありがとう。おやすみなさい。バイバイ。また明日。バイバイ。バイチャラポー。